カシワザキとは、脳の曲目の一つ。四番目もの、共助物に分類される。前場、エチゴ国に住むカシワザキとその子族の花若は、訴訟のために、鎌倉に滞在していたが、急な病で、カシワザキが亡くなり、また、それを嘆いた花若は出家頓生してしまったので、カシワザキと花若の友をしていた家来の小太郎は、そのことを、 柏崎の妻に知らせるため越後に戻ってきた。さめざめと泣く小太郎から秘宝を聞いた。柏崎の妻は、夫が最後まで妻である自分のことを気にかけてくれていたのを知り、夫の形見を見ながら溢れ出る涙を抑えることができなかった。小太郎が花若から預かった手紙を柏崎の妻に渡すと、そこには父を亡くしたこの苦悩と、それを機に出家に至った。 花若の心情と母への気遣いが綴られている。母は花若が出家した心情に理解を示しつつも、恨めしくも思われ、また同時に我が子の無事を神仏に祈らずにはいられなかった。後は花若は、信濃国の禅光寺を頼り、そこの重曹としてへのちぎりを結んだ。重曹は毎日、禅光寺の如来堂に花若を連れて参拝していた。一方、柏崎の妻は、 人目も幅からぬみずぼらしい姿となって、狂ったように夫や子のためにとの思いで、禅光寺へ向かっていた。禅光寺の阿弥陀如来に死別した夫を導いて、もらいたいとの思いであった。重奏は、物狂いの様子の柏崎の妻が如来堂に入って来るのを見て、そこから出て行くように告げる。柏崎の妻は、極悪人でも、阿弥陀如来の、お誓いによって救われるのではないのですか。 この如来道の内人こそは、極楽浄ども、当然の場所であるのに、ここに、如人は参れないというのは、阿弥陀如来が仰せられたことですかと重曹に問う。そして如来道の阿弥陀如来に、夫の形見であるエボシとひたたれを捧げ、悲しみを忘れると同時に、夫の公生前書を祈りたいと願う。さらに形見のエボシひたたれを着て、生前の夫の様子を懐かしく思い出し、 阿弥陀如来を叩いて舞うのであった。やがて重装が涙しながら花赤を見せて、この子こそがあなたの子供ですよという。花若の母はそれを聞いて耐えられないほどの嬉しさである。お互いにあれがそうかと思いながらも母は狂人のようであり、花若は出家姿だったのですぐには二人ともわからず、しかしよく見れば間違いなく母とこの姿であった。 親子にとって、ここで互いに出会えたことは、誠に嬉しいことであった。脳、柏崎、後しての姿。桜間伴え馬。本局の転居については不明である。全くの創作家、あるいは当時の越後柏崎にまつわる話をもとにしたのか明らかではない。夫と死別し、我が子とも別れ物狂いとなるも、こと再会する女の話であり、 また、エボシに長ぎぬという断層で舞うところは、同じ四番目ものの、百万人に通うところもあるが、本曲は、家来小太郎と柏崎の妻とのやりとりを、全場とし、後場は、全工事を舞台とする福祉機能となっている。しての全場の姿は、空り着流し、中入りして、後場では、水衣を着た姿で笹を持って出る。さらに舞台上で、エボシ町をぬに着替えて舞う。 面は深い。少書に、思う出の前などがある。猿楽談義に、迂回、柏崎などは、江なみの左え門の頃を咲くなり、悪気象ば除き、良きことを入れられければ、皆、生死の咲くなるべしとあり、元は、摂津猿楽の江なみさ門もんの作だが、世阿弥によって改作され、善光寺の浄土信仰や仮の世という世界観に、立脚した作品になっている。 原作では、後半の仏教の宗教的な教えの部分はなく、夫との死別や子供との離別から、そのまま再会へとつながる人情物として描かれていたが、世阿弥によって、宗教的な世界観や複雑な深い心理を描いた作品へと変わっている。その加えられた部分の中には、世阿弥自作の土車から一部がそのまま映されている。またそのことから、世阿弥の関心が、 土車のような男物胸物から、半女のような強腸物へと移っていく過程としても、注目される。なお、奈良県伊駒市の法山寺に、世阿弥の自筆本が現存しているが、現行で演じられているものとは、師匠や演出に相違がある。ABC 梅原武史、関関良和、脳を読む、一応と関やみ角川学芸出版、2013年。 ピアニッシュも126から140。ありがとうございます。